岸田総理大臣は4日、キリスト教カトリックの総本山バチカンでロ,ローマ教皇フランシスコと会談し、ロシアのウクライナ侵攻について平和を取り戻す決意を確認しました。岸田総理とカトリック最高指導者との会談は、ロシアによるウクライナ侵攻、北朝鮮、核兵器の廃絶など安全保障に関する話題が中心になりました。 ま非道な侵略を終わらせ平和を取り戻すこうした決意では一致をいたしました岸田総理と教皇は民間人殺害を非難し非道なウクライナ侵攻を終わらせ平和を取り戻す決意で一致しましたまた岸田総理は4日の北朝鮮の弾道ミサイル発射に言及して懸念を伝え 拉致問題解決への協力を要請しましたさらに2019年の強行の被爆地広島・長崎訪問などを受け核兵器のない世界実現に向けて協力を進めることを確認しましたあののしこの後岸田総理はイタリアのドラギ首相と会談し前例のない強力な対路制裁の実施とウクライナ支援の強化で一致しました